ヤマハ IM3812YM3812FM オペレータータイプ L2、オピル2は1985年に日本楽器製造が開発した FM 音源チップである。YM3526 の直接の後継品で YM3526 に対して電気的にも物理的にも完全な広報互換性を有している。 YM3812 で選択できる波形 YM3526Y1CH あたりにオペレータで音色を作るため、オペレータの組み合わせが直列か並列の2通りしかなく、また並列の場合は、一方のオペレータがただの制限波のみとなってしまい、勘弁さと引き換えに音作りの幅が狭くなっていた。これを補うため、それまでの FM 音源では制限波固定だった。 原波形を4種類から選べるようにして、単純なアルゴリズムでも複雑な変調波が得られるようになっている。ヤマハの FM 音源では、もともと原波形の制限波をチップ内部のロムにテーブルとして保持しており、波形出力時にテーブルを参照するインデックスの値を連続的に増減することで変調効果を得ていた。そのため、 原波形のテーブルを複数保持することで容易に波形の切り替えを実現することができた。この方式は実装コストの割に効果は絶大で、以後の FM 音源チップにも積極的に取り入れられ、後のアフム音源やオウム音源にもつながる技術となった。また、ヤマハのポータとオウミやポータサウンドシリーズの一部モデルに搭載されるなど、 楽器向けとしても十分な性能を発揮することができた。オピル2の発売に伴い、前年に発売されたばかりのオピルは、早々に廃盤となった。初期状態では、波形選択機能は無効にされており、ソフトウェア的にも、完全に、オピルと同等となるため、オピルを採用した製品でも、容易にリプレースすることができた。YM2414 では、 同様の仕組みで8種類の波形を使用できる。また、後継チップのワインフ262でも、波形の種類が8種類に増加した。ただし、後継品の供給が間に合わず、全く別の音源とソフトウェアで代替した例がある。株式会社インプレス。M2 ショットトリガーズ。玉まフィーバロンインタビュー前編19年ぶりの。フィーバー。ディスコサウンド彩る。 異色の STG が本日配信。ゲームウォッチ2020年9月26日閲覧。ありがとうございます。